こらこら。なんで緊張してるん？ここ、うちとエリチのお気に入りなんだ。すっごくおすすめだから、そんなに緊張してないで楽しんでよ。うんうん、ほんと美味しいから、あなたにも一度食べてもらいたくって。そう思っちゃったのも、あなたがうちにとって大好きな人やからかな。言うのはいいけど、言われるのって結構照れるもんやね。ありがとう。フルーツを仕入れてすぐに出すんじゃなくて、完熟するまで待ったりしてるんだって。こっちの角度から撮った方がいい写真になるんやない？うんうん。はい、ストップ。パフェばっかり見ない。よいしょっと。もう、このくらい近くないと、あなたはうちのこと見てくれないの？うちはずーっと、あなたのこと見てたのに。慌ててるあなたって可愛いなー。そんな緊張しないでよ。あ、でも緊張してくれた方がいいのかな。そしたらうちから目が離せなくなるもんね。どう？よろしい、なんてね。あなたがわしわしするなら、うちもわしわししちゃう